こんばんは。おつかりん。ゲリラで失礼してます。バグっとる？本当？なんでだろう。 Wi-Fi は切ってるんだけどな。バグってる？お疲れ様です。今日も一日朝から夜まで頑張りました。褒めてください。そう、ゲリラごめんね。さっきね11時過ぎぐらいに帰り着いたの。何時頃帰り着くか分かんなくて。ビルマさんめちゃかわいい、ありがとうございます。ありがとうございますヨウイチさん、シジンガー Z さん、クリボーさん、ケンちゃん、イサッピさん、ジンライさん、サユッチョさん、アックくん、コーラさん、タンタンタンキさん、コーラさん、ミーくん、クス玉、ありがとう。もやし生活さん、ゆずきちさん、コーラさん、イサッピさん、かわいい10個ありがとうございます。いっこうさん、のぶあきさん、きょういちさん、くま、ありがとう。ありがくま。やーほー、元気かい？そうだから、ちょっとこの稽古期間はこの23時台にゲリラが多いかもしれん。どうなんだろう。すっごいギリギリとかでもさ、予約入れた方がいいのかな。なかなか何時にできるか難しい。できるときはね、話そうね。ありがとう。なんか安心する。なんか安心する。ありがとう。おつかりん、みんなおつかりん、おつかりん。ギフトもありがとうね。ありがとう。前髪ちょっと伸びたよね。ほら、この数日でもう眉上じゃないじゃん。どっからどう見ても眉上、あ、眉ぐらいじゃん。だからもうね、でもまだ短い。もうちょい、もうもっと、もうあと2ミリぐらい欲しいなって感じ。舞台稽古お疲れ様でした。ってありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でしたの返事はありがとうございましたなのかな。そう、安心感、なんか本当に安心感。東京のね、人混みに。何の話しようとしてたか忘れちゃった。でも今日はね、まだちょっと元気だよ。今日はまだ元気。ちょっとね、なんて言うんだろう、役のね、方向性がね、やっとつかめてきたの。
だから元気、うん、もう昨日とかもうなんか全然わかんなくてさ、稽古終わりにも演出家脚本家の方に、私はわかります、どうし私はどうしたら、私はなんて言いに行ったっけ、ちょっと役のこととか聞きに行ったりしてさ、でもそれで方向、その時は方向性は間違ってないから自信持ってって言っていただいたんですけど、でも本当になんかもう自分の中で全く分かんなくて、しっくりきてなくて、すごくね、なんて言うんだろう、すごい落ち込んでたんだけど、今日やっとちょっと見えてきたので、見えてきたので、これからもっともっと台本を読み込んで理解していこうと思います。よかったよかった、私はもう永遠に音色ちゃんを理解できないのかと落ち込んでたんですけど、え、なんかさ、どこまで話していいか分からんから、本当にあんまどういう感じとかも言わない方がいいんだよね。ちょっとねこれからどんどん役に、あれ、ちょっと普段のさやかりんと違うってなったら、それは音色ちゃんということでよろしくお願いします。そうなよね、明日私稽古出れないからさ、明日はね公演、チャートリ公演、公演があるので、チャートリと広島クラブクアトロさんで ありますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします。そうでね、公演が終わった後、終わった後言ってたじゃん、事務所からさ、リバテンエイジーさんとのコラボグッズの紹介の配信をしたいですって言ってたじゃないですか。それさ、本当は9月のね頭あたりにしたかったんだけど、まあもろ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 できなかったので、もろもろあったので、明日できたらねしたいなと思ってます。ちょっとまだもしかしたらなくなるかもだけど、もしかしできたら公演後に事務所から配信できたらいいなと思うので、こちらもまたお知らせします、お知らせいたします、という感じかなそう、まあ、もろもろはいもろもろあったのでねを紹介できたらなと思ってます、思っております。お知らせしてくださいって、お知らせする、決まり次第お知らせしますので、あとまたマネージャーさんとかにと話したりして、
お知らせします。なんかまだ話せないんだけど、きっとね舞台多分オープニングからちょっとびっくりすると思うからまだ話せないんだけどね、ちょっと頑張るよ。安尾凛子さん、シュージーさん、あれっと立花隼人さんもあれっと、林藤雄さんありがとう、バオバブさんもありがとう。キレートレモン足りてるって。そう、なんかねちょっと今あんま見えないと思うんだけど、私あんまり肌荒れとかしない、そんなしないんだけど、もともとでも今めちゃめちゃ私肌荒れしてて、おでことか、まあいい感じにあんま映ってないからまあいいや。こことかもね、そんな目立たんやつだけどちょっと細かく荒れてるから、ちょっとキレートレモン足りてないかもしれん。ちょっとあれね、ストレス、環境の変化とかね、睡眠どうかな。そうだからねあ、そう今日ね私あのマックを月見バーガー食べたんですよ、4人でゆらちゃんとねがいちゃんとりのちゃんと。そうこのね4人はあの一緒にいることが多い4人です、多分。うん、舞台楽しみにそうよ、4人で月見バーガーをね食べたんだけど、だからちょっと迷って、私今肌荒れてるし、えどうしようかなって思ったけど、もうみんなでね食べた方が美味しいじゃんって思って食べたの。みんな食べた月見バーガー。ギフトありがとう、全部読めてないけど見えてる、ありがとうね。キバイの鮭さん、ジェンダイさん、シンタンタンさん、エダッチさん、カズキさん、タスさん、イッコーさん、ありがとう。食べた？まだ食べてない。そう、なんか笑い、幸せに食べたらさそう、カロリーもゼロって言うからいっぱい笑って食べた。美味しかったよ。美味しかったよ。そう、仲良くなれた。いろいろ稽古の休憩時間とか合間とかずっと話してる。年も近い、でも私が一番あれ、一番年上。なのさ、だから大丈夫かなって思って、大丈夫そう私、高校生に見えるかな。月見すき焼き食べた？そう、なんかすき焼きのやつも出てた。でも迷ったけどね、
チーズの方にした。美味しかったですか、すき焼きの方。今年からだよね。え、そうだからごめんって思って、明日もっと肌荒れひどくて、公園ですごい目立ってたらごめん。あれなんか肌ちょっとなんか荒れてるって見えたらごめんね。よしぽんさん、バオバブさん、ありがとう。月見バーガーって美味しいよね。私普段マック月見バーガーの季節だけ食べる月見バーガーだけ食べる、そんな気がする。稽古場では寝れないの？寝れるわけない寝れるわけないよ。えだっちさん、お姉さん、ありがとうございます。え、そう、私人見知り、え、でも人見知りだよね。人見知りはめちゃめちゃあるなって、なんかなんて言うんだろう、ずっとさ、なんかこれまで、あーでもそうか、割と昔から人見知りかもしれない。ヒューガヒャンさん、ありがとう。そうだからもう多分明日の公演はおでこ出せんこんばんは、こんばんは。ゆうたさん、結婚はやめとこう。えだっちさん、ありがとう。休憩時間、まあどうだろう、ところどころであります。10分15分とか。何分から再開ねみたいな。でも嬉しい、私今日は本当に本当にちょっと役がつかめたからことが嬉しい。ちょっとそれが嬉しい方向性が見えてきたことが本当に良かった。本当に良かった。そう、でもちょっと私今恐れてることがあってさ、18日のにフェスにね出させていただくんですけど、それのレッスンができないっぽいので、いつ覚えてよいつ、私はいつ覚えたらいいんだろうって思ってちょっと怯えてるんだけど、まあ頑張る頑張るよ。え、ありがとう、やったじゃん、よかったねって。
きっかけとかあったのって。あ、でもなんだろう、いろいろやっぱりどういう役とか話を聞いたり、これはこういう気持ちだよとかいろいろ聞いたり、うん、話その稽古してる時にいろいろ教えていただいたりしながら、うん、どういう感じのイメージっていうのを教えていただいたりで分かってきたけど、まだまだなのでいっぱい読み込みたいな。ヒューガさんありがとう。待って、もうそろそろ時間だよね多分。そう、お話し会もね、ありがとうございます。お話し会完売してる部もあってすごい嬉しい。ありがとう。みんなとね話せる、いっぱい話せる予定が埋まってることがめちゃめちゃ嬉しい。話そうね。楽しみにしてます。また明日朝ポストしようと思う。ありがとう。話しましょう。待ってるよ。もうそろそろ時間だって。壇上をね読ませていただこうと思います。13位からけんちゃん、12位高校生のさやかりんが大好きなコーラ3、11位ツナマヨさん、10位バオパプさん、9位立花隼人さん、8位エダッチさん、7位カズサさん、6位ミーくん、5位ビルマさん、4位サッピさん、3位お疲れさん、2位ヨウちゃんさん、そして1位ショウイチさんです。ありがとうございました。ありがとう。大吉の方はエピさんです。おめでとうございます。ということで皆さん今日もお疲れんでした。ありがとうね、話してくれて。なんか安心しました。明日は公演なのでよろしくお願いします。広島で会いましょう。配信でも会いましょう。で夜ね、できたらバッティンエイジさんとのコラボグッズの紹介配信もできたらいいなと思ってます。じゃあね、また明日、おやすみなさーい。バイバーイ。ごゆるりとおやすみください。